7000型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したテンダー式蒸気機関車である。元は、北海道関節鉄道編入の際に引き継がれた機関車で、さらに北海道で2番目に開業した釧路鉄道の機関車を、廃線後に譲り受けしたものである。北海道関節鉄道4号時代の7000号を1887年に、 アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスが初めて日本に供給した蒸気機関車で、メーカーの種別故障は 6D-11、車軸配置0から6から0で2気筒端式の飽和式機関車であった。2両が製造されている。機関車本体の運転整備重量が10トン、全長は淡水車を含んでも10メートル足らずという軽便鉄道並みの小型機であったが、 大型のダイヤモンドスタック付きの煙突や、機関車全部に装備されたカウキャッチャーなど、典型的なアメリカ古典機スタイルであった。後に、これを機関 762mm のタンク機仕様とした同型機が陸軍鉄道連隊によって大量に輸入され、日露戦争中の満州や朝鮮半島で使用されている。機関車には、釧路鉄道のオーナーであった。 安田善次郎にちなんだ愛称が付けられており、進む前、長安と命名されている。廃線後は、北海道庁鉄道部に売却されて、C1 型となり、1905年に、関節鉄道に編入され、X アンペア型と称した。関節鉄道では、1909年に制定された、鉄道員の車両形式称号を規定により7000、型と称し、旭川と岩見沢で、 入れ替え、工事用に使用され、1921年と1919 19年に廃車となった。現在、洋産のレストハウスに蒸気機関車の模型が展示されている。ありがとうございます。